そして D1 グランプリ第3戦上位入賞者のその後と職業、今何を思う。まず1人目は2位の上本。職業は主に土をいじる仕事です。仕事師としての技術を磨き日々精進する。だが最近その思いとは裏腹に、ドリフトのプロとしてやっていきたい気持ちがふつふつと生まれ、仕事が手につかない時もある。休憩時間となればなおさら、頭の中はプロ撮りのことでいっぱい。すでに気持ちは恵比寿サーキットにいる。恵比寿の南第一コーナーをどう角度をつけて進入するか、考えれば考えるほど仕事が手につかなくなる。プロ撮り出て。そして会社の駐車場に直撮りで駐車するこの男。諸八六前犬は普通のサラリーマン。デスクワーク、上司の責め、そんな時でも前犬の頭の中はドリフト一色。時間が来ればそそくさと帰宅。ドリフト以外の趣味はお酒と合コン。でもイカ天のタイトルと違ってギャルをダッシュしたことはまだ1回もないらしい。普段は本当に普通のいいおっさんだ。ステアリングを握る手とビールジョッキを握る手は一緒なのに、なんでかな。9時を過ぎるともうすでに眠い顔をしている。スタッフにビールを勧める前から。本当飲みません？ね、ありますよ。いい味出してるね。そして第3戦の覇者の職業はというと、春口は今時の広島お好み焼き屋さん。その焦点が定まらない瞳と締まりのない口と口数の多さで慕ってくるお客さんも多い。本業の船大工とお好み焼き屋を両立。 D1 に参加するために真面目にコツコツと働いているのだ。これでも真面目にコツコツと大丈夫か、コツコツ。いやこいつはやっぱり帰ろう。あれ、ちょ待ってください。なんで帰る言うた、なんでなんや。今日俺じゃ言うたじゃないか。なんでなんや。あんたわしら広島までわざわざ来ちょったんじゃけんの。